た。結論とポイントに戻りたいと思うんですけれども、特徴や情報を歴史をさらっと、まあ、紹介しました。いつも野菜だとね、かなり濃くね、一つの項目に対して括弧8個ぐらいまでやったりとかする時もあるんですけれども、まあハーブなんてね、こう、まあ、応用とか、そういったものっていうのは、まあ、なかなか結構限られている部分でもありますし、逆に言うとそこまでこう形を変えたり手を加えたりしなくてもかなりそのままで栄養価を保ってて、まあむしろその方がかなり体にいいというですね、で手間もかから逆に言えば手間もかからないというところで、あまりそういったですね、なんか手を加えるというような情報がまあないと。でさらにですね、出回っているもので言うと、こうやってね、背丈の話とかね、まあ、花の果実のある果実がありますよとか、そういった話でなかなか聞かないと思うんですけども、まあ、聞かないからこそですね、そこまで情報もまあないかなというところですね。はい。まあでも知識として覚えておくとまあいいのかなというところです。何か有事があった時に、じゃあカーリーパセリ育てようって言った時に、そこに裏側に植えて育つのかって言ったら育ちにくいですよねと。ならイタリアンパセリを入手した方がいいですよねとか、そういったですね、今後何かあった時とかに、まあ、応用が効く情報というところでさらっと喋ってます。まあ、歴史の話とかもね、いつも通りですね、まあ、興味ない人は興味ないというところで、まあ、何かね、興味ある人は話をネタにしてくださいというところですね。はい。で、二つ目、緑黄色野菜の中では、まあ、群を抜く栄養価というところでも、これは散々喋ってきたので、ビタミン、A の元となる β カロテンだったりとか、ビタミン B 群、ビタミン C、ビタミン E ですね、鉄、カルシウム、カリウム、食物繊維ですね、葉緑素と。ここで出てくる葉緑素ですね、そういったものが非常にいい。あと香り成分のアピオールですね、もうでハーブももちろんそのえって思った方もいらっしゃると思うんですけど、一応ね、緑黄色野菜に入るハーブってたくさんあります。なので、換算されるハーブですね、たくさんありますので、それと比べると 100g あたりの、果食部 100g あたりの栄養価って非常に高いですよというお話でした。はい。でちらっと先ほども出ましたけども、アピオール、これはですね、前回喋ったものは何度も言いますけれども、食用としてではなくて薬用だったりとか、まあその精油だったりとか、種子の話ですね。そこに含まれるアピオールとか、ミオチシンですね、そういったものは、ちょっと過剰摂取は危険ですよという話をしたんですけれども、今回は食用の話で、まあ、食用だとね、そこまで大量摂取ってことはなかなかないので大丈夫ですよと、心配しなくていいですよと。で、プラスでこのアピオール、食用として、パセリを食べた時に得られる効果っていうのは、かなり、体にポジティブなことばっかり、ありますよというところですね。はい。ということで、パセリはですね、今回で最後となりました。これで終わりですね。はい。ということで、次回も、ちょっとハーブをやった後にですね、まあ、最近ちょっとね、まだ、ちょっと企画系のね、習慣をちょっとやってないので、まあ、次にやろうかなとか、まあ、近いうちやろうかなと思ってますので、まあ、それはそれで楽しみにしていてください。まあ、次はまだ、構想、まだハーブやりますので、それはそれでお楽しみにしてください。はい。ということで、今回はこんな感じで、終わりたいと思います。はい。ありがとうございました。ラポコシェのファ、はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、それとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、またアラポクシェンのフォア。